ま、今回の動画はすごい朗報なんですけど、なんと、金杯さんの方が、まあ、昨日の時点で、まあ、お母さんの方がね、まあ、ツイッターをこう打って、山崎誠、まあ、金杯さんが永明したってことをまあ告げてね、まあ、このように、ま、お通夜するって話だったんですけど、なんと、その数時間後に、あの、金杯さんご本人が追悼して、え、禁止3日目にして読み返りました。私が山崎です。ああ、めんいうことで。まあ、誰かね、教会に連れて行ったのかね、 なんか本人が自力でこれ読み返ったのか分かんないんですけど、でもやっぱこれ、どう見てもこれ良くないよね。で、ツイートでもね、まあ、肝臓が悪いってことをまあ訴えてるんだよね、まあ、とかもう寝るのも辛いって言ってね、空中で寝るしかないってね、悲惨な状態で。で、新やっちょさんが言うには、その、金梅さんが病院に行かないんだって、なんでかっていうと、病院に行ったら、入院を勧められるからなんだって。 したくないんだよね本人は入院しちゃうと食事もまずいし酒も飲めないし配信もできないわけじゃないですか自由が制限されるからその長いスパンでその健康になることよりも今をねなんか楽しく幸せに今をとにかく楽しみたいっていう考えなんだよねだから病院には行かなくてまあなんとかそのこんなね悲惨な状態でもなんかもがいてるってね まあそれはそれでなんか昭和のね、なんか横山の安さんとかね、そういう感じの生き方としてね、まあいいとは思わないけど、まあ彼のね、自由だし、意思だしって思いますよね。まあこれに関してね、まあ、ね、ちょっとね、なんてね、あの、コメントしたらいいかわかんないですよね。まあいろんな人がいますよね、世の中には。まあ以上です。どうもありがとうございました。